はい、バドでーす。復帰しました。どうも、復帰でーす。あ、どうも、ただいま。いや、辛かったよ、本当に。やっぱね、配信者の命と言われてるね、配信者生命をかけて戦っただけはあるよ。あ、復帰ありがとうございます。どうもどうも、復帰しました。長かったね。ちょっと今回長かったよね。 長かったわ。いや、でもじゃがいも王子取れたの良かったんじゃないの。結構感動したけどな、俺。すげえ、なんかじゃがいも王子で今回良かったんじゃないかなと思って、普通に感動したんだけど、ちょっとなんかうるっと来ない？ホーリー祭？何ホーリー祭って？ 復帰待ってましたでしょ？知ってる知ってる。でも長かったよね、ほんと。お疲れ様でーす。どうもでーす。復帰早いよ、俺。もうこなれてるからね。初見さんいらっしゃい、てつさん。どうも。いや、まあ、復帰。まあね、男はね、言ったことは守らないといけないから。有言実行でしょ、やっぱ。よっさん、90分間で何人？リスワンが4000人か。引退詐欺ではないですよ。正式に引退枠やりましたから、僕。ドロドロさん、お疲れ様です。有言実行したでしょ。 ちゃんと引退配信やったんだから。復帰配信だから。 復帰配信だから、これ。マジ泣きしてた。いや、泣くよ、俺。わかるもん、気持ち。わかるわかる。あれはでもいい枠だったよ、本当に。すげえいい枠だった。それはそんだけ本気で頑張ってたんでしょ。初見さんいらっしゃい、ほうさん。いいじゃん、すごい。俺良かったと思うけど。復帰、やっぱ緊張するね。ちょっと声のトーンが、声の出がね。 喉の調子がまだ戻ってないから。 はい、久々、マリアさんいらっしゃい。長かったね、今回。こんなにファン待望の枠ないでしょ。少し痩せたね。 でもすごいね。なんだかんだ言って、俺余裕で勝てると思ってたもん。結構ぶっちゃけた話。なかなかやるよね。風船ありがとう、ホーリーおじさん。ひどい泣き毛だった。久々やったからね。ロハコ事件以来だからね。濃い、ポンタありがとう。ロハコ事件以来の泣き毛だからね。リスマンいつ撮ろうかな。やべえな。今月、まあ残り半分あるか。でも予算早めに取ってほしいんだよな。いや、号泣するよ。本気でやってるやつは号泣するよ。孫子ブロック入れたから。孫子はガチ縁切りだから。俺マジでもう孫子のフォローも外したし、孫子はガチで縁切った。ブロック入れました。俺引退したよ。さっきの枠引退枠で。あれは泣くよ、嬉しいよ。だってさ、みんな冷静に考えてもらいたいんだけど、配信者でやってるやつって、勉強でも一番取ったことないし、運動でも一番取ったことないし、要は人生の中のハイライトで一番を取るっていうことがない人生なのよ。俺も含めて、みんな。それがさ、何かで一番取れる喜びっていうのを生まれて初めて味わう人ばっかりでしょ。車から配信してるだけで1位はすごいよね。だからタイトルを頑張らないといけなかったんでしょう。俺、勝てると思ってたけど、なんだろう、さっきの枠切った時に、あ、ちょっとまずいかなとは思った。ちょっとまずいなとは思ったね。ちょっと、慎吾さんには申し訳なかったから DM 送っとこう。関さんすいませんって。DM じゃなくていいか。ちょっとね、慎吾さんには申し訳ないことした。ちょっと社長に謝っとこう。関慎吾。あれ、関慎吾のステアカいっぱいあって、どれが本物かわかんないんだけど。関慎吾ってどれが本物なんだろう。サブアカこれか。
どれでツイートしてくれたんだろあれ、ツイッター消したのかな。逮捕されるかもしれないテロップが詐欺師丸出しだったよ。まあ、それだけ貪欲だったんじゃないの？いいんじゃない？俺、全然ありだと思うよ。俺はやんないけど、そのやり方。俺は嫌だけど、全然文句ないよ。あ、消えた。俺は全然ありだよ。だってさ、タイトルで引っ張ってこれて、面白い配信ができたら勝ちなんだもん。で、タイトルを引きつけるっていうのはテクニックだから。でしょ？面白いタイトルつけられるっていう才能だもん。で、そこで実力が伴わない配信をしてたら裏切られたっつってファンは離れてくけど、面白い配信やったらファン増えてくもん。引退したんですけど、復帰配信ですね。そう、さっきの枠引退配信で、今復帰枠ですね。長らくお待たせしました。でもやばいな、ちょっと新人にぶちのめされた感はあるね。ちょっとやばいよね。やばくない？新人に見事に負けた感が半端じゃないんだけど。どうする？これ。 なんか俺、巨大な敵を作ってしまった感じがするんだけど。じゃがいも王子っていうモンスターを育てちゃったんじゃないの？な、ニューウェーブ来たよね。 ちょっと待って、フォロワーの数251人なの？これすげえな。フォロワーの数251人でこれよく戦ったね。すげえな。うわー、251人に負けたんだ。なかなかだな。すげえわ。これ251でリスワン取るっていうのはすごい、結構難しいよ。だいたいね、800人とか1200人とか1000人超えしてから安定し始めるんだよ。これはなかなかな実力者ですよ。面白い配信者が出てきたね。ここだけバグる。嘘？バグる？バグってる？映像来てない？あ、いや、すいません、関さん。申し訳ないです。予算とか本気出せばいつでも取れるから、遊んでるのか、仕様理解してないのか。まだ理解してないっぽいっすね、なんか。関さん、ほんとすいませんでした。 申し訳ないです、本当に。 なんか恥ずかしいっす。新人で一からやり直します。本当申し訳ない、慎吾さん。 すげえ恥ずかしい。じゃがいも王子、3月7日から配信する。嘘！超新星じゃん。いいじゃん、いいじゃん。もしかしたら来るかもね、じゃがいも王子。三重県で放送やってんでしょ？ニューウェーブでしょ？三重のスターでしょ？人気出んじゃないの？まあ、予算がどう化けるかだよね。ふわっちに慣れていって、なんかアイテム合戦とかし始めたら相当面白くなると思うんだよね。予算のね、リスワンもう上位にいるっていうのはもう確定してることだから。あ、メルさん、よかった、よかった。だから今後の予算の動きに注目だよ。要はアイテムどうやったらもらえるのかみたいな、なんか乞食芸を覚えた時だよね。 怖さは。 じゃがいもさんの良さがさっぱり分かりません。俺、ジャンル的には石野に近いのかなと思うよね。ヤミーとかに近い気がする。多分、チャンネルバンの騒動あったから、こんだけ来てることもあるような。まあ、でも、チャンネルバンからの流れが僕、読みだったんですよ。3ヶ月以内にチャンネルバンになってくるんじゃないかっていう読みだったんで、チャンネルバン以外だったら来ないだろうなと思ってました。計算してないんですよね。運が太いって。計算してないんだよな。でも、
よっさんが来ることによって、ふわっちで新しいバンが生まれる可能性があるから、ルールが厳しくなる可能性もあるんだよな。配信は浅いけど、いきなりホームレスとかインパクトあった。はいはいはい。だからヤミーと同じ理屈だよ。ヤミーとか石野と同じ理論だよね。あ、配信歴あるんだ。FC2 とか受けそうだよね。リナネコ風船だらけ。ちょっと見てみようか。嘘。本当だ。風船6000、4発。4000発。すごいね。なんだろう、風船祭り。本当だ。よっさん、配信連発したら閲覧1000人から1500人くらいに落ち着きそう。多分、僕90分しかやらないのってジャブ打ってる感じがするんですよ。多分なんだけど。要は様子見？下手打たないっていうのと、まだハマってないから、リスナーの感じ探ってる感じがするんだよね。こう、ジャブポンポン打って。あ、こういうのが受けるんだ、みたいな。あの人、配信に関してはプロだから、なんか、あるじゃないですか、関さん。僕らっていうか、まあ、僕は全然ランク下ですけど、ある程度、ノウハウあると、あれ、こういうパンチ受けるのとか、こういう発言が受けるんだとか、アンチコメダメなんだとか、なんか多分、探ってるんだと思いますよ。よっさん、ニコ生リスナー何千人、何回もバンになってるけど、3万人とかチャンネル登録。サトシさん。3万人とか5万人とかじゃないの？お金がどれくらいもらえるか探ってるみたいです。それはね、多分、定だと思う。設定だと思う。じゃがいも王子で検索すれば随分前の雑談たぬきに情報ある。雑談たぬき使ったことないからな。あいつはヤミーとかそんないいもんちゃう。ただの詐欺師のご時期。でもさ、配信さ、こんなさ、1週間経ってないのにさ、こんだけアンチ作るってよっぽど才能あると思うけどな。まだ俺もどんな人かわかんないから、この人が。じゃがいも王子全然見てないからわかんないけど、ちょっとチェックしようかなって思ったよ。今日の配信で。なんかすげえルーキー出てきたな、みたいな。なんかニューウェーブ出てきたなみたいな。なんかノリがニコ生っぽいキャラクターで面白いんだけどね。1万円でこんだけ貪欲になるってね、結構面白いですよ。やっぱ35歳ホームレス命がけだからね。でもね、やっぱね、貪欲なのは大事だよ。貪欲なの大事。わかめさん、初見さんありがとう。来てくれてコメントもありがとう。楽しかったらフォローしてください。よろしくお願いします。てか、よっさんがちょっとウケるよな。よっさんがダークホースすぎるんだって。もうね、なんか早く覚えて、早くリスワン取るとか覚えてほしい。もう月末とか荒れるの嫌なんだけど。じゃがいも王子と付き合うことになりました。おめでとうございます。ああ、よろしくお願いします。ナンバーワンな彼氏さんですからね。超面白い。よっさんの部屋は有名だもん。あ、さすらいさんいらっしゃい。下からの突き上げきついね。ホームレスって底辺見たい人、支援したい人っているの、結構いますよ。やっぱホームレスだから頑張れっていう人。いや、面白いな。なんかニューウェーブ出てきたな。なんかこういうノリ好きなんだよな。ただなんか追われるのやだな。追いかける方がいいな。なんかね、追われる怖さってすげえ分かった。今回余裕しゃくしゃくだったけど負けだかんね。だっせ。余裕しゃくしゃくで僅差で負けだかんね。いやー、新しいフォロワーさん、わかめさんフォローありがとう。クソだせえな俺。売り上げ減るわ、こんな。おやすみ。俺も、あと15分で終わりにするよ。もう寝る。今日はでもね、ドレさんと面白い枠できたし、ね、タチオさん、なんだっけ、大阪先輩なんだっけ、名前忘れちゃった。大阪先輩だっけ。すごいいいリスナーさんだったから、すげえ楽しかったし、久々ね、楽しかったよ。今日リスワン狙って頑張っても、よっさんが夕方ぐらいから本気出したら勝てるやつなんか限られる。よっさん取るまで様子見るか、どうしようかな。俺平日仕事があるんで配信回せないんですよ。だからそこだよね。そこだよな。
予算怖いね。動きが分かるんだったら読めるじゃん。だけど動きが読めないから怖え、予算は。あとマンスリーランキング88位っていうのに結構びっくりしてんだよね俺。あ、55位に上がった、助かった。ホームレスとか結核とか所持金とか全部嘘で人集めてる可能性もあるのかな。どうなんだろう、その辺は分かんない。全然ふわっちにも室町幕府崩壊した後の戦国時代来たな。よっさんが呼んだよね戦国時代を。完全にこっからすげえ荒れると思うよふわっち。っていうのも何が荒れるかっていうと、今まだよっさんのこと、ニコ生リスナーがよっさんのことしか見てないから安定してるけど、俺の読みだとここ数ヶ月以内に金梅さんとよっさんがなんかやらかす気がする。要はあの金梅さんがトップだったじゃん。これがね多分崩れるから金梅さんが火つくと思うんだよ。で金梅さんが仕掛けるからこの戦いがね結構面白いと思ってるね。わかんないけどね、もし取れなくても頑張ってればアイテム投げてくれる人いるし割り切るしかない。一日頑張って取り入ってよっさんに取り、あー難しいとこっすねそこ。でまあでも今月、まああのふわっち始めてから何ヶ月連続で取ってるから、とりあえず取りこぼしはないはずなんで取りますね。そこはちょっと今日油断してたな。いや勉強になったわ。久々綺麗な敗北だったかな。リスワン何ヶ月取ってんだろう、やべえな。1回2回2回3回4回、4回取ってんだ。4ヶ月取ってるから今日で5、あれか、今回で5ヶ月目だ。いやいや楽しい人っていうか、まあちょっと油断してましたね。うん、完全に舐めてましたっていうか、うん、本当だったらね、あの相手がね金梅さんとかだったらもうね売名とかねガンガン仕掛けたんだけど、うん、相手がビッグネームの場合って相手の名前出すの有効なんですよ。相手のネームバリューとか相手の地盤のリスナーが強い場合はタイトルに相手の名前入れるとかいろんなやり方があるのね。あと引退詐欺とか重大発表とか嘘をつくやり方が。だけどねそれってね結局半分勝ったりするからね、諸刃の剣なんだよね。普段取れる人はよっさんに早く取ってほしいと、いやもう本当に思いますね。よっさんが早く取ってくれればどこで取ろうって計算ができるんですけど、あのよっさんが取らない限り毎日頑張らないといけないから超辛い。毎日張ってないといけないからそれが怖い。今取ってるのがツバニャン、アミュチン、キンバエ、3倍目ヒカル、ランハゲ、シンヤチョウ、リナネコ、関ヨシエ、アヤチョコ、あ、シンゴさん、ジャガイモ王子でしょ。常連組だと誰がいるほか、サトミさんが取ってねえのか、怖えな。サトミアイラ、サトミアイラ、ベンジョ太郎もいいんだ、ミズニア。やべえな、この辺と戦うのか、TJ。結構いるな。テルチャンピンにはまあ勝てるけど、ポンスケ。ああ、サメ島さんもいるわ。うん、まあなんとかなるかな。そうなんだよね。なんかあんまり好きなスタイルじゃなくてのほほんとやって勝つのが一番かっこいいんだよね。のほほんとやりたいんだけど、今日は完全に油断してた。もう絶対勝つと思ってたもん。でおっさんはリスワン取らなくてもアイテムだけで数倍稼げる。だけどね結局ねリスワンってなんか俺はリスワン取ってるからっていうその安心感みたいなのがあるのよ。その大手の人も中堅の人も余裕で取れる。だから例えば関さんとか金梅さんとかよっさんとか余裕で取れるからいつでもいいやって、石川の隆起とかいつでもいいや1万円でしょって感覚あると思うけど、俺らみたいな大手でもないそこそこ有名な人ってここに入っておかないと危機感があるんだよ。え、閲覧も取れなくなってきたのみたいな。うん、今日満身だね完全に。ラスワン、リスワンは毎日ある。で1ヶ月に1回しか取れないんですよ。よっさんがなやりづらいな本当に。うん、でもなんか久々絡みのない人と競ったりしたから面白かったけどね。
いやー、本当申し訳なかったです。本当に申し訳なかったです、皆さん。頑張ります。よっさんの影響か、常連組やる気出してない気がする。なんか、トップ10に入る人っているじゃないですか。要は、早い者勝ちで、なんか、上半期の人たちは結構、なんか、1番に取るとか、5番以内に取るとか、目標あると思ってるんですよ。上位にいた方がやっぱ難しいわけだから、リスワンの仕組み上。だけど、後半の人たちは結構、取れるって高くくってる気がする。取れるっていう。そう。俺はだから10日以内に、先月の目標が10日以内に取るっていうことだったんだけど、今月ね、ちょっと売り上げも下がってるし、ちょっとモチベーション下がってるよね。3日休んでたかんな。ちょっと頑張んねえと。まあ、いい刺激になったわ、本当に。いい刺激になりました。意外とね、あとね、抜けの日とかがあって、楽に取れる日とかあんの。リスワンって何人で取ったかっていうのにもあるんだよ、箔が。だから一番俺が多い時で7000人とかだったんだけど、3000人で取れる日もあるんだよ。だからね、波があるから難しいんだよね。上位の方は5000人超えないと絶対取れないけど。まあ、この辺の話はね、リスナーさんもね、わかる人とわかんない人いるから、面白さがわかる人と面白さがわかんない人いるからね、なかなか難しいんだけど、新野鳥撮ってる？そういえば。新野鳥はもう撮ってんのか。ってるね。7位で撮ってるか。つえな。外配信面白かったね。外配信面白かった。っていうか、なんか俺、慎吾さんに配信論みたいな枠開いてもらいたいんだよね。なんか、慎吾さんの配信論超聞いてみたいんだけど。真面目なやつ。一日初日に撮る。そう。なんでかっていうと、全員ライバルなの。ふわっちに登録してる人全員ライバルの中で、1日の日っていうのは、そのキングオブふわっちなんですよ。だから、1日に撮れるっていう、金梅さんと、つばにゃんとかはずっと1位、2位を争ってたから、で、金梅さんが、ふわっちで1番で呼ばれてるのはそこなんですよ。毎回1位取っちゃうっていう。タイが30人前後で限られてるところも大手配信者が増えたら、もういつでも取れる時代じゃなくなったな。それでも俺はトップ30に入ってると思うけどね。ただ、今回は、この、なんだっけ、じゃがいもさんすげえ頑張ったと思うよ。結構、この日は俺取るって決めてた日だったから、ちょっとね、この日は油断したね。これ俺だろうっていう感じしたもん。兄さんいらっしゃい。35歳らしいよ。だからね、今回はね、完全に俺は恥かいたね。まあでも、そのリスワン取って埋もれちゃう人とかもいるから、これからどうなるのかっていうのがすごい楽しみな配信者ではあるよ。どういうふうに育っていくんだろうとか、どういうふうに頭角を現していくんだろうって、キャラを作っていくのかっていう。なんか、そう、ネタが多分作りづらい配信者だから、トーク力でいくのか、演技力でいくのか、その辺は見守りたいね。あ、ごめんなさい、僕、そうか、のんたんと別れたのか、俺、彼女いなくなっちゃいました。彼女いなくなっちゃいました。嫁と別れました。離婚しました。残念ながら、独り身です。寂しいね。頑張った男は好き。 決め打ちで持ってかれたのか。それはメンタル引き締めないとな。完全に油断だね。もう要は手段選ばなければ取る方法いくらでもあったんだけど、一つも出してなかったから余裕ぶっこいて負けた感じだね。あれ？みたいな。余裕ぶっこいて負けた感じ。まあまあ、
来週かな。リスワンの数って更新しまくりで増えていく感じですか？更新じゃなくてね、一つのアカウントに IP とか番号が振ってある感じの。例えば、中ちゃんだったら中ちゃん。携帯電話の中に入ってるその番号をふわっちが記録してて、要は何回入っても1カウントなの。1日の間。だから、今回、このじゃがいも王子っていうのは約5000人のリスナー、新規リスナーが見てくれたの。出入りしたの。俺も約5000人なんだけど。いつでも取れると、後半だったら取れるよ、正直。後半で負けることはない。奥さんいるの知らなかったです。いや、もう別れました。離婚しました。モニター何インチ？これ何インチだっけ？ 40 インチとかじゃないの？結構でかいやつ。3万円ぐらいなんだよね。結構でかいよ。ここにあるノートパソコンと比べるとめっちゃでかい。これくらいある。これ便利だよ、でっかいと。離婚しちゃったね。まあまあ、しょうがないっすよ。出会いがあったら別れがあるんで。出会いがあったら人間別れがあるし、結局会うか会わないかだから。会うか会わないかだからさ。キーボード、これもリスナーさんから、これもリスナーさんから。ニコ生時代に愛されてますよ。これもリスナーさんからもらった天ギフで買った。ああ いいだろう。なんだろう、今日うなちゃんできないの？どっちから？どっちからっていうか、いや、俺は、なんか俺の彼女が、よっさんにリスワン取らせようとして風船与えてたんだよ。で、ああ、離婚だよ、離婚だよ、つったら、のんたんが、ツイッターに、離婚されました。皆さんさようならって書いてあったから、ああ、振られちゃったと思って。まあ、しょうがないよ。そのミキサー白くて洒落てるのは、これ初音ミクのバージョンもあるんだよ。ヤマハから出てるやつで、ヤマハの面白いところ、これ配信者用のミキサーなの。配信に特化してるっていう。なんか、こう、外部の、パソコンの中の音をミックスして、音をでかくしたりとか、こうやって音楽だけ切ったりとか、いろいろできるの。で、スピーカーにつなげると、スピーカーに音出したりとか、これヘッドホンに返しって言うんだけど、ここに自分の声を聞かせたりとか。すごいいいよ、これ。ミキサーはね、やっぱね、パソコンの中の仮想のやつじゃなくて、手で触った方が体感があるからいいと思う。ねえ、のんちゃん、いい子でしたよ。残念ですね。性格の不一致、不一致。性格の不一致っていうか、だからまあ、旦那がリスワン取ろうとしてる時、嫁が何やってんだって話でしょ。 なんでよっさんの枠見てんだって話でしょ。やっぱもらったポイント、そういうことに使ってくれたアイテム投げた人も嬉しいだろうな。やっぱポイントとか天ギフってすごく難しくて、まあ、ぶっちゃけね、好きなもの買ったりとかできるんだけど、なるべくやっぱ、例えばさ、コーヒーメーカーここに飾ってあるの使ってないんだよ、ほとんど。だけど、これをプレゼントしてくれたリスナーさんがいるから、やっぱ飾っておくことで、思い出ができるじゃん、リスナーさんからしたら。あ、和道使ってくれてるんだとか、ここに飾ってくれてるんだって。ぶっちゃけだってキッチンに置いた方がいいわけよ。 だけど、その感謝の気持ちみたいなものをこうやらないと、俺はなんかリスナーさん、支援してくれてる人に対して失礼なんじゃないかなと思って。まあね、有名になっていて、プレゼントが増えたら入れ替えていくでもいいし、とりあえずなんかそういう形で、なんか、でしか恩返しができないんだよね。それしかできないから、配信者は。例えばさ、リスナーさんが食いも、お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前、バッドボタン押してんだよ、もう。